順次紹介いたします。エコとは人間生活と自然との調和などを表す考え。次に注意事項を申し上げます。キャンドルの火はもちろん火ですので、見た目よりも熱く近づきすぎると服や髪にも燃え移ります。特にロングスカート、ロングヘアの方、気をつけてくださいね。消火用に水が入った2リットルのペットボトルを持っています。鉄道から少し距離があるキャンドルが壊れたり、これ良かったですね。すげー、この大病院からダイヤモンド行こうかなと思って。あら、誰かと思った。こんばんは。聞いたことある声だなと思った。会場は娘です。そう。